社の人をほかす、あ、ほっといて、ほっといて、ほかしてとか、意味は全くわからない。ほかして。関西弁。まずは、その作業ですね。工具とか、使った後は、片付けると言いますね。会社の人は直して、だから交換しないのでなんで直します。そうやな。使う使う。なるほど。そう。片付けと直す。工具は直すのは以上らしいですね。違えるのでなんで直します。本当やな。でも今その両方とも使えるのわかんねえから、すごい、うん、素晴らしい、素晴らしい。仕事は仕事に対して本当に言葉ですね。気づけなかったらなかなかできない。質問ですか。質問どうぞ。質問。質問なし。仕事板金してた。はい、板金です。主な仕事は溶接中です。あ、溶接と板金。溶接もすんな。主な仕事。溶接とかアルミです、ね、アルミはあまりやらなかったです。アルミは難しいです。アルミが薄いかな、薄いかな、薄いとか厚いもありますよ。もうアルミ溶接というのは難しい。毎日だったら経験ですね。準備重ねたら。